ハップルディープフィールド、ハップルディープフィールド HDF とは、ハップル宇宙望遠鏡による一連の観測結果に、基づいた、大熊座の非常に狭い領域の画像である。ハップル新宇宙などとも呼ばれる。画像の大きさは差し渡し144秒角であり、これは100メートル先に置いた、テニスボールの大きさと同じである。この画像は、 1995年12月18日から12月28日まで10日間、続けて、ハッブル宇宙望遠鏡の講子や惑星カメラにで撮影された342枚の画像を組み合わせて得られたものである。撮影された領域は非常に狭く、また画像内には銀河系の星はほとんど映っていない。画像内に映っている約3000の天体のほとんどをすべてが銀河であり、 その中にはこれまで知られている中で最も若く遠いものも含まれている。このように非常に多数の若い銀河の姿を明らかにしたために HDF は初期宇宙を研究する宇宙論において画期的な画像を撮り、画像が作られて以来400近い論文のもととなっている。HDF の観測から3年後には、 似たような方法で難点の一領域の画像が作られ、と名付けられた。この二つの領域が似通っていたことから、宇宙は大きな規模で見ると均一であり、地球は宇宙の中で典型的な位置にあるという説、宇宙原理がさらに強固なものとなった。2004年には、より詳細なハップルウルトラディープフィールドが合計11日間の観測から作られた。 ハドフはこれまで可視光の波長域で撮影されたものとしては最も暗い天体まで写っている天体写真である。ハップル宇宙望遠鏡を設計した天文学者たちの主な目的の一つは地上からでは不可能なほどの高い分解能を生かして遠方の銀河の研究をすることであった。ハップル宇宙望遠鏡は大気圏より上に位置しているため地球の大気の影響を受けずに済み、 大気の揺らぎや大気候の影響を受ける地上の望遠鏡よりも、高感度の可視光や、紫外線の写真を撮影する子ができる、保証工学による適切な補正がなされている場合は、地上の望遠鏡では、合計10メートルほどのものが、ハップル宇宙望遠鏡と同じ程度の性能になる。望遠鏡が1990年に打ち上げられた直後は、主鏡が製造ミスにより歪んでしまっていたために、 予定していた性能の5%しかなかったが、それでもそれまで撮影できたものよりも遠くの銀河の画像を折るのに使うことができた。非常に遠方の銀河からの光が地球に届くまでには数十億年かかるため、我々はその銀河の数十億年前の姿を見ているということになる。したがって、より遠くの銀河へと研究の範囲を広げていけば、銀河の進化についての理解が深まることになる。 1993年には、スペースシャトルのミッション STS-61 によって、鏡の歪みを補正する、光学機器を入れたことにより、望遠鏡の優秀な撮影性能が、より遠く暗い銀河を研究するのに使われるようになった。他の観測装置が予定されている観測に使われている間には、任意の領域の画像を撮影するため、ミディアムディープサーベイが、 WFPC2 を使っていた。同時に他の専用のプログラムがすでに地上の望遠鏡で知られていた銀河の撮影に使われていた。これらの研究のすべてが現在存在する、あるいは数十億年前に存在した銀河の間にある大きな性質の意を明らかにしていった。ハップル宇宙望遠鏡の観測時間の最大10%までは所長の自由裁量時間と呼ばれ、 通常は超新星のような予測不可能で長続き、しない現象を研究したいと思っている、天文学者に割り当てられている。ひとたび、ハップル宇宙望遠鏡の修正された、光学系がうまく働いていることがわかると、当時宇宙望遠鏡科学研究所の所長だった、ロバート・ウィリアムズは、1995年中、自分の DD のかなりの割合を、遠方の銀河の研究に当てることを決めた。 ある特別な研究助言委員会は、銀位が高い、典型的な空の位置区域を、いくつかのフィルターを使って撮影するのに、格子や惑星カメラ2を使うべきだと助言した。この計画を練り上げ実行するために作業部会が設置された。観測対象として選ぶ領域はいくつかの基準を満たしている必要があった。まず、我々の銀河系の円盤面上にあるゴミや暗い、物質により、 遠方の銀河の観測が妨げられるため、目標とする領域は、銀河系面から遠い、銀位の高いところでなければならない。目標とする領域は、深宇宙にある天体の様々な波長での研究を容易にするため、基地の明るい可視光源、手前にある恒星など、や、赤外線、紫外線、X 線の放射を避ける必要があった。また、冷たい水素ガスの雲、 廃領域の中にある暖かいゴミの雲からのものと考えられている検雲上の背景赤外線放射が弱い領域である必要もあった。これらの条件から目標領域として選択できる範囲はかなり絞られる。さらに目標領域はハップル宇宙望遠鏡の軌道上で地球や月に隠蔽されない継続観測領域の中にあるべきだと決められた。 作業部会は、ケック望遠鏡や、超大型、干渉電波望遠鏡群といった北半球にある望遠鏡が、追跡調査観測ができるように、北半球の CVZ に絞ることを決めた。これらの条件をすべて満たす20の領域がまず、確認され、その中でも最適な領域の候補が3つ選ばれた。それらはすべて、大熊座にあった。 電波によるスナップ写真観測からこれらの領域のうちまず一つが電波の放射源を含むとして除外された。残った最後の二つの領域のどちらにするかの決定は視野の近くに構成の追尾に使える星があるかということを元にして行われた。ハップル宇宙望遠鏡は通常露出中に望遠鏡の高精度ガイドセンサーが 固定追尾できる近接した構成のペアを必要とすが、HD 回観測の重要性を考えると、二組目の予備のガイド性が必要だった。最終的に選ばれた領域は、設計 12H36m49.4s、赤いプラス6 2度1 2 4 8に位置している。観測する領域が決まったので、次は観測方法を開発する必要があった。 重要な選択として観測に使うべきフィルターの決定があった。WFPC には48種類のフィルターを備えており、天体物理学的に興味深い特定のスペクトル線を分離するナローバンドフィルターや構成や銀河の色を研究するのに有用なブロードバンドフィルター含まれている。HDF に使うことができるフィルターの選択は、それぞれのフィルターのスループット、すなわち 透過できる、光全体の割合と受信できるスペクトルの範囲に基づいて決められた。できるだけ重なる帯域を持つフィルターが望ましいとされた。最終的に波長の中心が300ナノメートル、近視外線450ナノメートル、青色606ナノメートル、赤色814ナノメートル、近赤外線の4種類のブロードバンドフィルターが選ばれた。 ハップル宇宙望遠鏡の探査装置の量子効率が300ナノメートルにおいては非常に低かったため、この波長での観測時のノイズは宇宙の背景からのものではなく CCD からのものが大部分になった。したがって、この観測は背景ノイズの多さによりとの帯域での観測の有効性に差し支えが出た時に行われることになった。 選ばれたフィルターでの対象領域の画像は連続10日にわたって撮影され、その間にハッブル宇宙望遠鏡は地球の周りを約150回公転した。それぞれの波長の総露出時間は300ナノメートルで42.7時間、450ナノメートルで33.5時間、606ナノメートルで30.3時間、814、 ナノメートルで34.3時間であった。宇宙船が CCD 検出機に当たると明るい線が現れるため、それによる重大な影響から、それぞれの画像を守るために、画像を342枚の別々のコマに分けて撮影された。それぞれの波長で最終的な結合した画像を作るのは複雑な処理であった。露出中に宇宙船が衝突して生じた明るいピクセルは、 同じ露出時間で撮影した別の画像と比較し、宇宙船の影響で生じたピクセルかそうでないかを確認して取り除かれた。元々の画像にはスペースデブリや人工衛星の軌跡も存在するが、これらも注意深く取り除かれている。地球からの反射光が全体の4分の1のコマに明らかに存在する。これは反射光に影響された画像を撮影し、 影響されていない画像と並べて、影響されている画像から影響されていない画像を、引くと方法で除去されている。結果として得られた画像は滑らかであり、それから明るいコマから現じられることもあった。この手順により、反射光に影響された画像から反射光をほぼ、すべて取り除くことができた。342枚の画像それぞれから宇宙線や反射光の影響が取り除かれたので、 次に結合しなければならない。科学者たちは1単位のコマの間で望遠鏡の向きを絶えず変えると呼ばれる技法を開発した DF の観測に参加していた。w f p c 2の CCD チップのそれぞれのピクセルには直径0.09秒の範囲が記録されるがコマの間で望遠鏡の向きが少し変わることにより結果として得られた画像は 複雑な画像処理技術を用いて結合され、最終的な核分解能はこの値より良くなる。HDF の画像では、それぞれの波長で、最終的なピクセルの大きさは0.03985秒角になっている。データ処理により、それぞれの波長につき1枚、合計4枚のモノクロ画像が得られる。これらの画像から、それぞれを赤、緑、 青に割り当てて一枚のフルカラー画像として合成し、一般に合成するのは、E の処理であった。この画像が撮影された波長は赤、緑、青とは一致していなかったため、最終的な画像の色はあくまでも画像に映っている、銀河の実際の色の近似表現に過ぎない。HDF、および大部分のハップル宇宙望遠鏡の画像では、フィルターの選択は、 人間の目が実際に感知する色に一致する色になるようにではなく、観測の科学的有用性を最大にすることを第一としてバレている。最終的な画像から遠くかすかな銀河について非常に多くのことが明らかになった。この画像の中に約3000個の銀河を識別することができ、不規則銀河と渦巻き銀河の両方がはっきり認められるが、 視野の中には差し渡し数ピクセルしかない銀河もある。HDF には手前の銀河系内の構成が全部で10個未満含まれていると考えられているが、それ以外の視野内の圧倒的多数の天体は遠方の銀河でる。HDF にはおよそ50個の青い天井の天体が映っている。多くはすぐ近くにある、斜上や古上の銀河と関係があると考えられている。 これらは活発な星形成領域だろう。その他は遠方のクエーサーである可能性がある。天文学者たちは当初これらの天井の天体の一部が白色矮星である可能性を除外したが、それは当時一般的だった白色矮星の進化理論と矛盾するほど青いからだった。しかし、より最近の研究から白色矮星には年を取ると青くなるものも多いことが発見され、 HDF に白色矮星が含まれている可能性があるという考えにも根拠が生まれている。HDF は宇宙学者たちに極めて豊富な分析材料を提供し2005年までに天文学に関する文献に HDF に基づいた400近い論文が発表されている。最も基礎的な発見は大きな赤方変異の値を持っている銀河が多く見つかったことである。 宇宙が膨張するのに伴って、より遠くにある天体は、地球からより早く遠ざかる。これは、ハップルの法則と呼ばれており、それに基づいた銀河の交代は、ハップル流と名付けられている。非常に遠い銀河からの光は、ドップラー効果の影響を著しく受け、我々が遠方の銀河から受ける光は、元々の光より赤くなる。非常に高い赤の値を持つクエーサーは、 知られていたが、1より大きい赤型変異の値、波長が元の2倍になるを持つ銀河は、HDF の画像が得られるまでは、非常に少数しか知られていなかった。しかし、HDF には赤型変異の値が6、波長が元の7倍になるにも達する銀河が多数含まれており、これは120億光年の距離に相当する。赤のため、HDF の中で最も遠い天体は、 実際には、このハップル宇宙望遠鏡の写真では見えない。それらは、地上の望遠鏡によってより長い波長で撮影された画像から HDF の画像の中に発見されたものである。HDF の銀河には、我々の銀河系の近くの宇宙に比べて、他の銀河の影響を受けた銀河や不規則銀河が、明らかに高い割合で含まれている。若い宇宙は、現在より、 かなり小さかったため、銀河の衝突と合体は、より頻繁に起こっていた。渦巻き銀河と不規則銀河が衝突すると、巨大な楕円銀河が形成されると考えられている。異なる進化段階にある銀河が豊富にあるため、宇宙の生涯にわたっての星形成の割合が、どう変動するかを推定することが可能になっている。HDF に映っている銀河の赤の値の推定は、 まだ不完全であるが、星形成の割合が最大になったのは80億年前から100億年前であり、それ以来割合はおよそ10分の1に減少したと、天文学者たち考えている。HDF から得られたその他の重要な成果としては、手前の星が極めて少数しか存在しなかったことがある。天文学者たちは長年にわたって見つけられないが観測によると、 宇宙の質量の90%を占め入ると推測されるいわゆる暗黒物質と呼ばれるものに困惑してきた。ある理論では暗黒物質には銀河の外部にある赤色矮星や惑星などの位が質量の大きいマッチョと呼ばれる天体が含まれていると考えられていた。しかし HDF により我々の銀河の外側の部分にはそれほど 多数の赤色 Y 星が存在するわけではないということが分かった。HDF は観測宇宙論における画期的な業績であり、いまだにそこから学ぶべきことは多い。1995年以来、この領域はさらに他の宇宙望遠鏡で電波から X 線にかけての波長で観測されただけでなく、多くの地上の望遠鏡でも観測されている。 非常に高い赤かて変異の値を持った天体が地上の望遠鏡、特にジェームズ・クラーク・マクスウェル望遠鏡によって HDF から発見されてきた。これらの天体が高い赤かて変異の値を持っているということは可視光では見ることができず、一般的には代わりに HDF の赤外線やサブミリ波の波長域のサーベイで発見されるということを意味している。 宇宙からの重要な観測には、チャンドラ X 線天問台や、赤外線宇宙天問台によるものが含まれている。X 線の観測から、HDF に6つの X 線発生源が確認され、これらは3つのダウ銀河に相当することがわかった。一つは、渦巻銀河、一つは、活動銀河核であり、一つは極めて赤い天体で、青い光を吸収するゴミを大量に含む遠方の、 銀河だと考えられている。ISO の観測で可視光の画像で見ることができる13の銀河からの赤外線放射が見つかり、活発な星形成と関連した大量のゴミに起因すると考えられている。ベーラを用いて得られた地上からの電波画像では HDF に7つの電波源があることが明らかになり、これらはすべて可視光の画像で見える銀河と合致した。 1998年には、ハップルディープフィールドサウスと呼ばれる HDF と同等の画像が難点で作られた。同じような観測方法を用いて作られたため、HDKS は元々の HDF と一見して極めて似たものとなっている。これは宇宙が大きな規模では均質であるという宇宙原理を支持する結果である。2012年に、 エクストリームディープフィールドと呼ばれる画像が公開された。この画像は、ロザの一角を、紫外線、可視光、近赤外線を10年以上にわたって撮影したものを合成したもので、走路交時間200万秒、約23日にも及ぶ。この画像には、渦巻き銀河から銀河衝突の残骸でもう新しい構成を生むことの、名や回路の巨大銀河まで、 約5500個の銀河が映っている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。